チャンネル、えい、まーん、おかげです。大正ロマン、大正ロマンです。以前お客様とお話をしておりまして、建物を建てる際にどういうデザインがお好みですかということを聞いたことがあるんですよ。その時お客様は、大正ロマンが好きですっておっしゃったんですよね。で、その時とっさに、ああ、和洋折衷ですねって答えたんですよ。その時は答えたんですけどね、具体的にどうなのかにもね、ちょっとイメージとしてはあったんですけども、ちょっとわからなかったんで調べてみました。まあ、大正ロマンですよね。よく言いますよね。西洋の文明と、日本の和の融合だとか、まあ、どういうものになるのかというと。大正ロマン。はい。こういうふうにも書きます。これ当て字だそうなんですけどね。この漢字を当てたのは夏目漱石だと言われております。大正の。なんとなくそんないい雰囲気ですよね。はい。それでね、大正ロマンというのはその大正時代の雰囲気を伝える、まあ、思想や考え方やその時の文化だというふうに言われております。西洋の模倣が始まった明治時代ですよね。それから大正になって新しい文化を取り入れていこうという。そういうふうな気持ちですよね。西洋文化に、和の日本人らしい使い勝手のいい、まあ、建物であれば建物を建てていこう。文化であれば文化、芸術、音楽、まあそういったいろんなものに対して、日本人らしさを求めた文化だと言えます。その時にはね、ちょっとね、やっぱり時代的背景があるんですよね。大正になってから第一次世界大戦がありまして、大戦特需というのは、すごく景気が良くなってきたんですよね。そのためいろんな文化が出てきたんです。そういうこともあって、民衆の地位向上とか、そこ 女性の、まあ認められ方とか、そういうのはどん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 運動としてやってきたんですよね。いろんなものが出てきたわけです。それと、その後にもう一つですよね。その大戦が終わった後の不景気を押し寄せてきたのと、あと、関東大震災なんですよね。その時の震災、すごい、疲弊したわけなんですよね。その時の不安があったんです。ですから大正というのは、二つの要素が混じり合った思想の、ところだというふうに言われてますよね。新しいものを取り入れようとする新時代への希望と、そして、社会はどうなっていくんだろうという、その不安ですね。この二つが織り交ぜて、なったというふうに感じていますね。その中で言われているのが、はい、異なったものの絶妙な融合と言われています。はい、西洋の合理主義と日本の情緒性、これが、組み合わせたもの、外向きの男性原理と内向きの女性原理とも言われると言われております。そして新しいものと古いものの融合、それはつらつさと、気だるさ、和装と洋装、洋装と和装ですね。これの使い分け。こういうものが相まって、ちょっと魅力的な文化を、作っているというふうに思われますね。はい。そういう形で、新しい建築ですよね。大正ロマンの建築と言いますと、まあ、外観は洋風なんですけども、中は、応接な洋風なんですけども、あとは今や、ね、生活するところは、畳の部屋が多かったんですよね。和文化の趣味と、西洋の合理性ですよね。建物も、フランク・ロイド・ライトとか、ウォーリーズとか、そういう、アメリカ人の、建築家がすごい日本に影響を与えた。いっぱいね、建っております。なんか僕の大好きなんですけどね、そういう建物がいっぱいあります。で、そういうふうな設計はアメリカ人なんですけど、建てるのは日本の大工さんや設計者が設計するんですよね。そして発注する施主側も、相当な文化人なんですよね。茶道を基本とした、まあその辺の日本文化ですね。それを随時に入れ込んでいってるんですね。そこで絶妙な素晴らしい建物が建っていったと思う。
もあります。今またね、それが復活しているような感じです。はい、以上です。あ、そうそう。よろしかったら、チャンネル登録、お願いいたします。以上です。